で、私はこちらの組織力に、やっぱりこう素直さは結構大事かなと思っていて、まあ、やっぱりこう面接中にすごい見ますよね。ザモシンです。こんにちは。こんにちは、MC の竹本です。ということでですね、今回は内定者の面接公開シリーズということで、実際に内定された方の面接を公開する動画になっております。で、今回来ていただいたのは大手飲料メーカーに内定した佐藤さんと、最近就活を終えた木田くんです。よろしくお願いします。前編は佐藤さんの面接で、後編の木田くんの面接は就活会議チャンネルで公開します。で、今回面接していただく方はこちらの方です。小林さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小林さんは大手教育会社で、10年ぐらい人事をされていた採用のスペシャリストの方です。はい、小林と申します。教育系の会社でですね、まあ、事業開発とかも多くやってるんですが、まあ、最近は人事の方もやってるところもありまして、まあ、新卒採用の方も行っておりますので、今日はどうぞよろしくお願いします。じゃあお二人からもちょっと一言ずつ自己紹介最初にしていただいてもいいですか。発明社名大学の経営学部を卒業して、春から飲料業界で働く佐藤直です。本日はよろしくお願いします。明治大学法学部に通ってます池田智也です。本日はよろしくお願いします。まず最初に大手飲料メーカー内定者の佐藤さんの面接からお願いします。小林と申します。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。はい、では最初にですね、簡単に自己紹介をお願いします。はい、立命館大学の経営学部から参りました佐藤乃愛です。大学生活は主にサークルでボランティアとキャリアを考えるためのオンラインサークルに所属しておりました。趣味としては現在はコロナであまり行けてないのですが、旅行が好きです。旅行の魅力として、いろんな初めて見る景色に出会えたり、現地での人との出会いがすごく好きで、かつ一人で行くのではなく友人と行くことを必ず心がけていて、それはなぜかというと、景色を見たり美味しいご飯を食べた時にやっぱりその幸せを友達と分かち合いたいという思いがあります。そのワクワクや笑顔をこれからは仲間と届けるような仕事をしていきたいと私は思っております。本日はよろしくお願いいたします。はい、わかりました。ありがとうございます。ではですね、さっきキャリアのボランティア、はい、活動ですかね、それはどうしてやろうと思ったんですか。ボランティアとしては、高校生の時にたまたま通りかかった駅前で募金活動をされていて、同じぐらいの学生がしていた時に、あ、私も大学生になったらこういう誰か人のためになることをやってみたいという好奇心があって、大学生で始めました。あ、なるほど。実際やってみる前とやってみたで何か変わりましたか。はい、やってみた後だと、やはり誰かの笑顔のために自分ができることを全力でやることのやりがいをすごく感じました。なるほど、わかりました。2つ目の聞かれたことでおっしゃってたことの方も教えてもらっていいですか。コミュニティ、はい、あ、はい、こちらはコロナになった後にオンラインで自分のこれからのキャリアを考えるような学生と社会人が混合しているオンラインでのサークルになるんですけど、はい、そこで自分がどういうような将来を描きたいかっていうところをしっかりとこう言語化することができたのがすごい自分の中では大きかったです。実際もう少し具体的にどういった活動だったんでしょうか。その中の一つ、私が最も力を入れていた活動がありまして、そちらが起業を実際にしてみるっていうものがありました。ほう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 。起業といっても、私自身がしたのはそんなに大きくお金を稼ぐというよりメインではなくて、自分の大事にしたい価値とか自分ができることでサービスを作って誰かに届けるっていう、そのプロセスを自身で実現させるっていうところに注力しました。それはどれぐらいの期間、何人ぐらいでやる活動なんですか。その起業自体メンバーは学生2人と社会人の方がいたんですけども、一人ずつ、私は私が考えた起業を半年間ほどしました。それは最初に何かこう成果物というかアウトプットはあるんですか。あ、はい、私が実際にこう自分でこんなやったことをお話しさせていただいても大丈夫ですか、ね、もちろんです。ありがとうございます。
私がもうスマホ一つを持って観光地に行き、旅行に来られてる方にこう写真を撮ってイメージしていただくのは、修学旅行とかにカメラマンさんがおられたと思うんですけど、そのカメラマンさんに私がなって、来た旅行の方にこう笑顔の写真だったり、素の自然な写真を、思い出をプレゼントするっていうサービスを提供していました。それは成功したんですか？自分が大切にしたいこの笑顔を届けたりっていう価値を自分自身で見つけるという点では成功しました。はい。でも企業としてお金を稼ぐという面では、稼いだ金額はやっぱり数千円ぐらいだったので、成功とは言い切れないかなとは思っています。数千円という金額の大小ではなく、例えばその何件ぐらい行けばいいなとか、なんか目標に対して達成できなかったんですかね。あ、そうですね、思っていたよりはやはり声をかけると懸念がられたりすることも多くて、なんか想像していたよりも成果が出なかったかなという印象はあります。じゃあその目標を達成できなかった理由としては、なかなか声をかけてもこうなんていうか、こっち向いてくれなかったってことなんですかね。なんかこう、じゃあ今どういうなんかこう軸で働きたい会社をなんか絞り込んでいったりとか探していったりしましたか？例えば会社ってすごいたくさんあるじゃないですか。はい、はい、この業界に入りたいっていうことは明確になっていないので、やはり一番自分が大事にしたかったことが、何をするかよりも誰とするかっていうのを大切にしているので、会社の理念に共感できることと、働く、実際に働いている人と一緒に働きたいと思えるかの2点を大切にしています。なるほど、なるほど。いや、例えばその共感したい理念っていうと、例えばどんな理念が共感してきたんですか？会社としてこの笑顔とワクワクを届けること、ワクワクする瞬間を大切にしていることを重要視しています。なるほど、なるほど。じゃあそういうような理念とか、スローガンを掲げている企業さんを探したということですね。なるほど。では2つ目の方の、実際に一緒に働く人がどんな社員かって、特にベンチャーとかだとそういう社員と近いかもしれないんですけど、大きい会社だとなかなかこうインターンとかで人事ぐらいとしかこう触れ合えないんじゃないかと思うんですけど、そこはどうやって見極めていったんですか？人事の方だけだと、やっぱ言葉だけだとどんな方かっていうのは実際にわからないので、もうそこは素直に私が大切にしている軸をお伝えして、他の社員の方、営業の方に合わせていただきたいっていう旨をお伝えしました。それと意外と合わせていただける会社も多くて、お話を聞かせていただきました。あ、そうなんですね。それはいいですね。じゃあ実際どれぐらい、何人ぐらいと話したら、こうその会社の人と話したことになりそうですか？5人は話したいと思うんですよ。なるほど、いいですね。具体的で5人。なるほど、なるほど。その場合なんか5人は誰でもいいんですかね？できるだけ年齢と男女のバラバラになるようにお願いしたいところがあります。なるほど、なるほど。じゃあ、はい、でそういうのお願いするのは人事とかなんですかね？どういうルートで、どういうタイミングでお願いしたんですか？基本的には人事の方にお願いしつつ、それでもあまり希望通りならない場合はアプリなどでちょっとお探しして、会えるようにお願いしました。就活系のアプリとかですかね？あ、はい、SNS とかも含めて、はい、SNS とかでも結構そういうのいきなり連絡して、はい、なんかこう返事来ます？8割方返していただきます。なるほど、なるほど。そしたらそれで実際お話しして、はい、なんか、あ、この会社はこういう会社かって分かったり、この会社は違うなとか思うこともあるんですか？違うと思うこともあります。なるほど、なるほど。それはどういう感じでそう感じるんでしょうか？はい、私が思っ、働いた後に見たい景色っていうのを会社の方がお伝えされた時に、あ、これ私とは違うなっていうのをこう冷静に判断させていただきました。なるほど。まあいろいろな意見を聞いた上でこう判断できるのはいいですね。ありがとうございます。なるほど、わかりました。ありがとうございます。あと、そうですね、じゃあこれから
今働いていく上で、はい、自分の会社や自分の業界がなんか10年後20年後とかって、まあ、やっぱり世の中どんどんこうコロナとかもあって、はい、まあ、デジタル化とか IT 化がどんどん進んでいくと思うんですけども、そうなった場合に今いらっしゃる今後の会社業界が、まあ、変わっていくとしたら、その上になんか自分のなんかやりたいこととか役割とかってどんな風になっていくと思いますか？はい、10年後という面では国内の市場は私が入ったところはスクショしていくので、どんどん海外の市場が売り上げの幅も広がっていって、従業員の構成比もきっと海外の方が多くなるだろうというのを予想しています。そこで私が会社でしたいことっていうのは、会社がより大きくなるためには2つあると思っていて、この商品力の優位性っていうのと組織力が高いこと、2点があると思っています。で、私はこちらの組織力に貢献したいという思いがあって、やっぱり日本と海外でやっぱり考え方文化の違いがある、その差を埋められる、つなぐ橋になれたらなと思っています。なるほどなるほど。じゃあ結構海外で働きたいんですかね？海外で働いてもいいと思ってます。じゃあ海外か国内かどっちかだったらどっちがいいですか？国内がいいです。それはなぜですか？ね、あんまり今英語ができないというところがあります、はい、あ、なるほど。じゃあ英語ができたら海外で働きたいですか？はい、働きたいです。なるほど、わかりました。素直ですね。わかりました。いいと思います。さっき組織力っておっしゃってたんですけど、もうちょっとその組織力って分解するとどういうことですかね？私が志望している飲料業界というのは、こうベンチャーさんとかに比べるとやはり平均年齢が高いっていうところがあって、特にその差が大きいところっていうのは、やはり考え方の違い、デジタルに少し疎い方も多かったりするのが現状だと私は考えています。社員さんの方からのお話なども聞いた上でそれは考えているんですけども、だからこそ自分がより効率的に業務をこなせたり、オンライン化が進む中で組織で顔を合わせない方も増えているというお話も伺ったので、こういうふうに若手だからこそ Zoom、 この Zoom や Teams などを駆使した交流の場や仕事の円滑化を進めて、まずは組織、国内の組織のチーム力の向上をしていけたらなと考えています。なるほどなるほど。じゃあそのチーム力、組織の組織力がもし上がらないとどういう問題が起きそうですか？はい、私の推測にはなるのですが、やはり国内国外とさまざまなところで商品を展開していくにあたり、ブランドイメージの定まっていない、バラバラになってしまうのではないかというのを懸念しています。国内でも国外でも世界で見て、あ、この商品はこうだよねっていう共通イメージを持てることが一番強いブランド力であり、会社として生き残れる術ではないのかなと浅かながら思っております。なるほど。じゃあそれを、まあ、今後強めていくにあたって、ご自身のなんかどのような力がそこに貢献できそうだと思いますか？その組織力を高めるために私自身の力ですかね？そうですね、まあ、ブランドを向上するでも構いませんけど、私自身としては私の強みが前向きで人が好きなことだと自負しておりまして、やはり今ないものをどんどん活性化させて自分で見つけて、今ないものの取り組みとかを私自身が作り出して人とのつながりをどんどん広げていけるように貢献したいと思っています。わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあこれで面接の方は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。どんどん見せてください。小林さんはこういうことを聞きたいんだろうなっていうのに、多分本当その想定してたものと違ったっていうのは大きくあると思うんですけど、若干ズレが生じてたりっていう部分が、まあ、何回かあったんですけど、そこを上回る人の良さっていうのはそれがすごい魅力だと思うので、うん、何時面接かにもよるなって思います。そうだね、確かに。ということで今の面接、小林さんだったらまあ
通すか通さないか丸×の札を上げていただけたらなと思います。まあ、新卒採用ですので丸です。やっぱりこう素直さは結構大事かなと思っていて、取り繕いたくなる質問っていうのがやっぱりこうあるかなと思っていて、英語ができないからとかですね、まあ、変なし嘘をつこうと思ったら面接ってつけるんですよね、うん、でもやっぱりそこを、まあ、本当の等身大でやっぱりこう正直さが私結構重要かなと思っていて、持ってるかどうかやっぱりこう面接中にすごい見ますよね、うん、やっぱりそういうところがそのまんま喋ってるんだろうなっていう感じがしたので、それがやっぱりこう怪しいとちょっと不安だから罰みたいなことはありますよね。例えばどんだけ学歴が素晴らしくてもなんかインターンとかサークルで成果を出していても本当かなって思っちゃうと、うん、やっぱりちょっとこう不安になってしまうので、やっぱりそういうのが会社に入ってからも人のなんか手柄を自分の手柄って言ったりだとか、そういうことをしてしまう可能性があるので、うん、まあ、そういう人はちょっといくら経歴とかが良くてもちょっと心配だなって思いますね。改善点とかありますか？あ、なるほど。若干こう目線がちょっとこう不安定だったので、特にオンラインだとそれが目立ってしまうので、こう相手を見て話してる感じですね。やっぱり一番最初が皆さん最初は緊張すると思うので、最初にできるだけこう相手の方を向いてるような意識できるといいかなと思いますね。確かに大手企業とかある程度仕組みが完成された企業だったら確かに受かりそうだなと僕も思いました。いい人なんだなって感じが伝わりますね。ちなみに佐藤さんが面接とか就職活動の人事の人とかと話す上で気をつけてたこととかってありますか？それこそもう失敗談とかを聞かれることもやっぱりあったんですけど、もうその時は素直に全部話すようにはしてました。それこそ嘘をつかないようには、うん、もうなんかそれでダメならまあそれはもう仕方ないっていうなんか納得がいく方法が自分の中でそれだったので、注意としてはもう一個、どんな人を求めてるかは一応聞くようにはしてました。どんな人が欲しいっていうの相手が言ってる時もそれは注意深く聞くようにしてました。それで自分が合うかどうかを判断してたっていうことですね。はい、ということでこんな感じで実際の合格者の方の面接と公開シリーズ今後もやっていくので、よかったら覗いてみてください。就活会議でも別の方の内定者の動画が上がっているので、よかったら概要欄から見てください。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。